はい、実況させていただいておりますシロックマンと言います。よろしくお願いします。ですね、今日はですね、このね、カプコンのね作品でね、フォゴットンワールズというねゲームをねやらせていただきたいと思いますけども、こちらのゲームですね、アーケード版の方ですとね、ロストワールドっていう名前なんですよね。で、コンシューマー版ね、家庭用版ですけども、コンシューマー版だけはね、フォゴットンワールドっていうタイトルになりますね。PC エンジン版と、このね、メガドライブ版がありますけども、で、今日やるのはメガドライブ版になりますけども、で、PC エンジン版とメガドライブ版はフォゴットンワールドというタイトルですね。アーケード版はロストワールドですね。はい。で、ゲーム内容はね、ほぼね、完全移植でね、ほとんど同じですね。はい。じゃあこちらね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。一応オプションをやっとくかな。オートファイヤー。あ、そうか。これはもう連射、ね、押しっぱなしで連射できるってやつやね。これ何これ、サテライトスピード。サテライト。ああ、そうか、あれか。これもノーマルでいいやな、別にな。うん、これはまあ、レベルやね。はい。これ、主人公がね、名もなき戦士というね、名前のない戦士なんですよね、主人公はね。これね。こうやって、まあ、二人いるんですけども、これ、二人同時プレイできるんですよね、本当はね。今日はでも、ストーリー用でもやりますけどもね。うお、懐かしい。すげえ久しぶりにやろ、これ。こういう感じのね、あれですよね。こう、人間を操るね、あれですよ。2D のスペースハリアーみたいな感じですよね。なんとなくね。うん、これほとんど完全色ですよね、もうほとんどもう。アーケード版とほとんどあんまり変わらないっていう感じですよね。うん、見事な移植ですよね。で、PC エンジン版はね、確かね、スーパー CD ロムロムで出てたと思うんですよね。うん、あ、これ店ですよ。これ武器とか買えるんですよ。で、このね、店員がね、名物店員でしてね、結構ね、ゲーマーの間では有名なんですよね。どれ買おうかな。とりあえずまずこれと、これヒットポイントと、これと、とりあえず買えるものはとにかく何でも買っときますか。これシールドみたいなもんかな。うん、あとこんなもんかな。ちょっとね、こういう感じはね、なんかね、ファンタジーゾーンみたいな感じしますよね。ショップがあるっていうところはね。これ、あれなんですよね。ナムコクロスカプコンというね、シミュレーションゲームがあるんですけどね、プレステ2のね。それにも出てきたんですよ、あの店員さんね。うん、自キャラとして、自キャラというか、まあ、仲間のキャラとしてね、使えるんですけど、それに出てきたぐらいね、このゲームの代表キャラとして、お店のショップの店員が出てくるぐらいっていうね、それぐらいね、ゲーマーの間では結構有名なね、キャラクターですね。井上貴子さんがね、声優だったんですね、確かね。そこまで覚えてますよ。可愛いですもんね、あの店員さんね。僕も結構好きですよ。ショップの音楽も好きですけどね。なんかちょっと、ほんわかとした感じのね。この戦ってる雰囲気と違ってね、ショップの音楽はほんわかとしててね、なんかいいですよね。うん、まあ、1年は多分クリアできるでしょう。あ、もうボスですね。中ボスやったかな、これ。中ボスだったような気もするけど。あ、やば。これね、似たような8本のね、ショーティングゲームでね、ちょっとよく似たのでね、サイドアームというね、ゲームもあるんですけどね。ちょっと感じは似てますけどね。うん。まあ、サイドアームはロボットでしたけどね。この完全に横スクロールの 2D のスペースハリアーですよね。ほんとね。ほんとに。人間を操るというのはね。おお、やばい。結構強いな、こいつ。真ん中当てたら倒せるはずないんだよね。なかなか死んでくれないよね。ああ、倒せた。
ノーボーナス。なんかうまくいかんかったんやな。これで2面ですね、これね。1面クリアですね。あぶね。ダメ作られちゃった今。結構、あれやね。これもあれですよね。もう基本的に回復とかはね、お店で入って回復するって感じだね、これね。お、出た、このお姉さん。この回復高くなってんな。100やったのに300になってるし。真珠砲。バイタリティ上げる。あ、そう、最大バイタリティ上げられるんだね。おお、すげえお金。すげえお金になってる。これ何やったっけな。ちょっと武器はね、どう違うのか正直よくわかんないんでね。適当に買いますわ、とりあえずね。エリクサーね。1万もすんの？面白ないな。あなたの端なぎれだ。ああ、そう、品切れってことか。バイティリティ回復。真珠砲。もうこれで全部買ったからいいのかな。うん。とりあえずね。確かこっちも動いたらできるのね。うん。できるんけど、ちょっとコントロールが難しいな。後ろ向くの難しいな。パッとこう回転するから難しいな。おお、怖っ。ああ、しまった。今めっちゃ入ったんちゃうの。うわ、やばい。うわ、もうないやん、ヒットポイント。もうショップを確か一つのステージに1個しかなかったと思うから、厳しいな。ああ、死んだ。あ、エリクサーか。そうか、エリクサーで回復したんや。このゲーム確か1機しかなかったと思うから。エリクサーで今、命拾いしたね。うわ、でもめっちゃ減ってる。うわ。何この変なヘビみたいな。うわ、もうきつい。厳しいな。ボスか。ボスやな。おお、何この歯、牙みたいな、牙っていうか。ああ、死んだ。うわ、終わっちゃった。二人とも死んだことになるんだよ、これ。コンティニューできんのかな、これ。うわ、最初からか。マジで。最初からないや。しょうがない、もう一回やってみるか。音楽はなかなかいいんですけどね、本当に。これ全部で確かに7面か8面ぐらいまであったと思うんですけどね。うん。まあとりあえず回復はもちろん買った方がいいね。移動スピード、これも買っとくか。ほんで高速、最高速。ああ、そうか、決めれるわけよね。最高速にしとく。ほんで戦場法、ああそうか、もう足らんのか。操作方法がね、これどうしても反対側を打つのがちょっと難しいな。すぐにこう振り向けないもんね。だから難しいよね。
これなんかカプコンの作品でね、これによく似たゲームだとね、あとね、セクション Z というゲームもそうですね。あれもこんな感じのゲームでしたね、確かに。おぉ、あとね、対等のですね、ブライファイターというね、シューティングゲームがあるんですけど、それもこんな感じのゲームですね、確かね。うん、似てますよね、感じがね。あれはロボットですけどね。これボスですね。これ当たってるっていうのが分かんないな、ボスに。ボスが当たってるっていうのが分かりにくい。でもなんかちょっと真ん中のところがなんか当たった時になんかビコビコって感じになるね。少し、ビコビコビコみたいな感じになってる。なんか一応当たってはいるんだね。なんか音が鳴ってほしいな、当たってる音が。わかりにくいよね、感じ。一応当たってはいるみたいなね。クリアした。さっきよりは早くクリアできたような気がするな。じゃあ今度また2面ですけど、今度はヘビに気をつけないかんな。ヘビに。あ、そうだ、クリアした。でもこれ抜けようがないな。見せ。よし、これでバイタリティ上げて、これね、これ上げて、回復もしといて、真珠砲も買って、ミサイルも買って、銃のパワーがアップするか、買っとこう。生き返ることができる、買っとこう。ナパーモダン、あ、もう買えないわ。よし、結構これでいっぱい買えたね。これこっち側、後ろの方が敵多いような気がするから、後ろ向いてた方がいいのかな、とりあえずは。うん、そうだね、後ろからの方が敵多いね、どっちかっていうと。うん、なんかでも誘導みたいなのがあるから便利で、うお、来た来た、蛇の体みたいなやつ、これ。これめっちゃ減ったからね、当たらんようにせんと。うお、怖っ。危なかった。おお、危ね。よしよし。そろそろボスかな。そんな感じ、そんな気がするな。おお、食らった。ボスですね、多分。そろそろね。おぉ、まだいるんや、あれ。おぉ、怖っ。怖っ。気持ち悪いな、これ。このヘビの体。体っていうか、ワームみたいな。ヘビというよりワームやね。あ、ボスや、ボス。よし。今度はここにいた方がいいかな。牙みたいな、こう、あれがあるから。あれが、牙というか。こいつを倒していけばいけそうな感じするな。うまく倒せば。うん、おお、早い。めっちゃ早かった、今ね。当たってんのかな、と、ほんま。疑ってしまいそうだ。うお。まあ、ヒットポイントまで大丈夫だな。まあ、もし、仮にヒットポイントなくなっても生き返れるかな。うん、ああ、くそ。
結構硬いやつ、こいつ。硬いやつやな。うわ、だんだん速くなってるな。うわ、速っ。あ、これもしかして、当ててることが違ってる、これ。ここやったっけ。ああ、しまった。くそ。多分そうやな。当ててるとこ違うのかもしれない。顔じゃないのかもしれない。弱点に間違ってたかもしれない。ここやったんじゃん、この腹のところ。あ、でもやばいな、これ。全然やばいな。だから、多分ね、こういうことやね。こうやって、ここで、こうやって合流しないといかんってことや。あー、あかん。あかんな。まあ、とりあえず今日はこんなとこかな。うん。これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。